KHB スポーツ応援宣言。宮城のサッカーを全力で応援、サッカーの楽しさを届けます。キックオフ宮城。最初のコーナーは地域対抗ターゲット300。ベガルタは県内の市町村を盛り上げるため、トギーニョ選手は柴田、遠藤選手は塩釜といったように、その地域を応援する選手を置いています。今回は枠屋を応援する鎌田大夢選手が登場。加入2年目の鎌田選手、先月行われた千葉戦でも決勝ゴールを決めるなど、ベガルタ期待のテクニシャンです。今回は枠屋 FC の佐々木キラト君とチームを組み、キックターゲットに挑戦します。1人10球で最高300点、2人の合計点で争う地域対抗戦です。先週の七ヶ浜は220点、1位になるのは果たして。50あたり2つ入れて恋ちゃん超えればいいかなと思ってます。緊張してます。試合より緊張してない。あっちの50で。なしです。そういうのいい。20点です。でもだって20点だもんね、これで。そう、20点。もう一回50で、同じとこで。惜しい。うわ、痛いな、今の入んないの。いいぞ、こっから失速するぞ、彼は。沼る、沼る。あちら20で。いや、ちょっと待って。外しそうだな。50で、やっぱ。ああいいよ。いいよ。まずい、まずい。いいよ。いや、難しいな。なんとなんと、ここからさらに4球連続で失敗し、ついに残り3球。1位になるにはここから高得点が必要です。すると、いや、もうじゃあ、あと3つ100狙います。ガーあるぞ。 OK、 合わせていこう。あと2球合わせていこう。いける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 、いけると思った。いけるよ。そして9球目。うわ100点入っちゃった。さすがベガルタのテクニシャン、鮮やかなキックで100点をゲット。これで120点。ラストで50点以上入れれば、これまでの最高得点を更新です。右の50で。いやすごっ。スターじゃん、スターじゃん、お前やってること。逆に見ようぜ。はい、簡単でしたね。どうすか。はい、だいぶ。見事最高得点記録を更新。濱田選手の記録は170点でした。この後、枠屋のサッカーキッズが登場。どこまで記録を伸ばせるか。やってくれたね。ベガルタの選手とサッカーキッズがチームになって、地域対抗のキックターゲットで争うターゲット300。チーム枠屋鎌田選手の記録は過去最高の170点。枠屋 FC の佐々木キラト君がどこまで記録を伸ばせるか。僕は170出したんで、高い得点出して1位狙いましょう。お願いします。100点以上取れるように頑張ります。ひらとくんが所属する枠屋 FC は、6歳から12歳まで20人が自分で考え行動することを目標に活動しています。20です。なかなか思うようにいかないキラト君、その後も4球連続で外してしまいます。すると、頑張れ頑張れキラト、頑張れ頑張れキラト。50で。
20番で。2球連続で宣言通りの的をゲット。そして迎えた最後のチャレンジ。100で、仲間の声援を受け2球連続宣言通りの的をゲットしたキラト君の記録は70点でした。最初は簡単だと思ったんですけど、もう難しかったです。というわけでベガルタ鎌田選手と合わせるとチームラクヤの合計点は240点で現在1位となりました。来週はチーム石巻が登場します。週替わりでベガルタの選手のインタビューをお届け。今週は松澤幸喜選手です。ゴールキーパーとして大きな声で指示を出す松澤選手。でも子供の頃は気弱な性格というんですか、泣き虫だったのは覚えてます。本当にキーパーやるにしても全然向いてないというか、味方に指示を出すとかそういうのができなかったんですけど、少しずつ克服しながら。ピンクのユニフォームが松澤選手です。5歳でサッカーを始めて、小学校3年生の時ゴールキーパーになりました。体格も、あって、背も身長も高かったので、それでキーパーやらないかっていうふうにコーチに、言われて、シュートを止める楽しさはありましたけど、ただ大変なことも多かったです。キーパーって声を出しながらボールを取りに行くことができなかった時に、その時のコーチがもう2時間もう真っ暗になってもやっぱつきっきりでハイボールの練習したりとか、あの時の経験があったから少しずつ、そういうの克服できたのかなと思います。僕はオリバー・カーン、日韓ワールドカップを小学校4年生の時に見てたので、ゴールキーパーがチームを勝利に導くっていうところを見てかっこいいなって思いましたし、オリバー・カーンのユニフォームを買ってそれを着て練習してた記憶があります。今年3月に加入した松澤選手、まだベガルタでの出場はありませんが、ひたむきに練習に取り組んでいます。出れない時こそ出てる選手よりトレーニングすることだったり、絶対に負けないっていう気持ちを持ちながらやることが、自分がそのポジションを奪った時にそれが結果につながったりすると思うので、とにかく諦めずにチャンスをつかむための努力をしていってほしいなと思います。そんな松澤選手の悩みは後輩にいじられること。この時も2人の後輩が今にもいじってきそう。やめて、ちょっと放送事故みたいにならないように。いや、もうすごく雑ないじりですけど、僕を先輩と思ってないいじりみたいなのをすごくしてきて、ただ僕が加入して、そういった後輩のいじりとかで、うまく溶け込めたっていうのはあるので、その時は怒ったふりしてますけど、実際嬉しいです、ベガルタ、次の試合は明日午後1時5分からホームでジュビロ磐田戦です。その見どころを教えて、田川さん。よろしくお願いします。いきなりですがここでクイズです。明日対戦するジュビロ磐田、ベガルタがリーグ戦で初めてこの磐田に勝った時ゴールを決めた選手は誰でしょう。答えはヤン・ヨンギ選手です。ベガルタが J1 に復帰した2010年の開幕ゲーム、キックオフ直後にヤン・ヨンギ選手が鮮やかなゴールを決めました。1対0で勝利しています。ヤンさんはまだまだ健在です。明日も頑張ってください。我らが伊藤明監督も昨シーズン途中までこのジュビロで指揮を取っていたんですね。ウルス対決ということになります。特徴を知っているジュビロの選手いっぱいいるはずですので、何としても明日は8点3を掴んでほしいところです。そして来月14日 FIFA 女子ワールドカップに出場するなでしこジャパンの重要な一戦がユアテックスタジアム仙台で行われます。
なでしこジャパンとパナマ女子代表の試合は来月14日イワテックスタジアム仙台で午後7時5分キックオフです。そのチケットを20組40名様にプレゼントします。応募はキックオフ宮城番組公式ツイッターをフォローの上リツイートしてください。いきます。この後手軽田鎌田選手のスーパープレーをもう一度。100点狙うらしい。いいよ、これ20点だけあるぞ得点。むずっ。おお来週もお楽しみに。